まあ、世界で勝負できる企業を勝負していくとかあると思うんですけど、まあ、僕はやっぱまず根本、こういう、でも僕今外圧の時ってやっぱり変わるチャンスだとも思うんですよ実は。で、例えばマザーハウスという会社も今回なんかすごくオンラインにめちゃくちゃ投資をして、ですごくオンラインの売り上げ伸びてたりとか、やっぱ新しい仕組みたくさん導入してるんですね。で、やっぱりこういうショックがあった時にこそやっぱり、まあ残念な言い方すると淘汰される企業もあるし、やっぱりここでグッと伸びるというか淘汰された後にやっぱ新しいものを作れる企業も出てくるっていうことだと思っているので、まあやっぱり僕はそういう企業が評価される仕組みを作るしかないと思ってます。で、もう一個言えるのはやっぱまあ日本変わるチャンスだって言ったのはやっぱり、実際まあ、絶対に不可能だと言われてた初診のオンライン診療だったりの話とか、あと例えばオンライン教育も、まあ、ちょっと今現場は戻っちゃってますけどやれてるところも出てきてたりとか、あとやっぱり例えば地方なんかだとタクシーを配送代わりに使うみたいなやっぱりことが出てきたりとかっていう、いわゆる規制でガチガチだった部分に風穴が開いて、でそれをなんとかやっぱり官僚の人とかも変えたいと思ってる人結構いるんですよね。いますね、はい、だからなんかよく勘違いしやすいのはやっぱりどんな世界にも改革しようとしてる人たちはやっぱりいて、だそういう人たちにこの機会を使ってなんとか頑張ってほしいっていうのがもうそれしか言いようがないですよねって。で僕は前もちょっとニュースピックス出た時に未来創造型リーダーシップって言いましたけど、一応もう一個ねこういう形でちょっとスケッチブックで用意させてもらったんですけど、まあそうですね、実はまあやっぱり変わる時期なんですよねこういう時って。で先ほど言いましたけれども危機の時っていうのはいろんなものを古い負の遺産をやっぱりなくすことができるとか、でうちもそうですけどやっぱりお店が厳しいから、はい、じゃあデジタルシフトしましょうっていう話を、うん、みんなもすんなり受け入れてくれる、うんうんうん、でやっぱりこう今までお店もちろんこれからもお店も僕らにとってめちゃくちゃ重要だし、うんうん、でもやっぱりそこにデジタルが加わればもっと強くなるっていうことに対して、うん、やっぱりリソースも避けるんですね。だ人も余るし、やっぱ正直言うと、だそういう意味で言うとうちの会社でもやっぱりじゃあこういう未来の会社作りたいよねっていうところから逆算して、いやまあ、正直お店が営業停止になってるから余った人を割り振っていこうとかってことができるというふうに思います。で今政府もそうですね正直、今って目の前の危機に対して備えることばっかりになっている、はい、だけれどもまあね、未曾有のやっぱり財政支出もある、うんうん、わけですよね。である程度それに対して、まあ、強権発動って言ったらちょっと、ね、極端ですけど、まあ、学校行かないでくださいっていうので、うん、一応従ったわけじゃないですか、うんうんうん、ああいうこともできるわけですよ、うん、でそれがやっぱり単純に目の前の問題解決のためのリーダーシップ、要するに後ろ向きのリーダーシップっていうのは大事なんだけれども、うん、そこにプラス未来志向のリーダーシップが加われば、うん、やっぱりすごく強い、はい、だから実はこのタイミングで僕ら問われてるのはどういう国作りたいんですか、うんうんうん、っていうことなんだと思うんですよね、うんうんうん、教育でもそうだし、うん、じゃあ小売業界もただ商品券配るだけじゃなくて、はい、どういう会社がなんかやっぱり強くなっていくべきかみたいなことを考えて、うんうん、でそれこそデジタルシフトする会社に対して、うん、じゃあ補助金助成金をやっていきましょうとか、うんうんうん、そういうのだっていくらでもできると僕は思うっていうところで、僕は今お金を使うことが悪だと言ってるわけじゃないんですよ、うん、実際にセーフティーネット的にお金を使わなきゃいけない、でもお金使うんだったら今のためにお金を使いながらこれが未来のためにもなったら良くないですかって話だと思うんですよ。でその時に未来のためになるって何が必要かっていうと、一つはおっしゃっていただいてた労働生産性っていう軸がやっぱ必要だから、システムがないので人が働けてないっていう部分はたくさんあるから、やっぱりシステムにきちっと投資をして現場の人たちが働きやすくしてあげるってことがすごく大事なのと、もう一個がなんか僕はだから本当に良くないなって思うのは、規制緩和でも何でもそうですけど、これは特例ですとか言うのやめてほしいっていう、なんかこれはもう今だけなんですとか、こう教育の世界もそうなんですけど、オンライン教育って絶対必要になってくるんですよ、ね、なのにいやこれは今だけですみたいな話にされちゃうと民間が投資しなくなっちゃうんですよ。だから今で必要なことって市場を創造することだと僕は思っていて、日本が逆に言うとこの30年間そういうものに投資してこなかったってことは、逆に言うとすごいポテンシャルマーケットがあるってことだと思ってるんですよ。だからここに行くんだっていうふうにリーダーシップが取られた瞬間に市場が創造されて民間のお金も動き出す、
で、ここで努力できる人たちはここにやるんだって言って投資をしてくる。で、今実際あの教育の世界とかでも起こってるのは、例えばオンライン教育のシステム作ってる会社、めちゃくちゃ売り上げもうなんか10倍になったりとかしてる会社とかもあるんですよ、やっぱり。だこの環境下でもめちゃくちゃ売上伸ばしてる会社ってあって、それはやっぱりまさに生産性を上げるような会社っていうのはそうなってるんですよ。だからでもそれをもっともっと作っていくためには、やっぱりこういうところに国として公的サービスも行くんだよって言ってくれればいけるわけじゃないですか。みんな投資をするわけじゃない、投資をしたら市場が創造されるわけですよ。だからやっぱり僕は未来を創造するリーダーシップを、今のお金を使って未来を作ってほしいっていうリーダーシップを取ってほしいなっていうふうに思っているっていうのがありますね。はい、自分としてはね、あの観光戦略今まで5年間でやってきた、まあ、インバウンドでやってきたんですけど、まあ、生産性の話は今日みたいに片方に自分としてすると研究してきたわけなんですけど、実はこの2つは、ね、つながってるんですよ、うんうん、なぜかというと観光戦略の一番ポイントのところが、観光収入の半分が、宿泊と飲食なんです。じゃあ日本の中でその生産業種別で見ると生産性の最も低いところは小売業じゃないんですよ。飲食宿泊なんです。圧倒的に低いです。もう比較ならないぐらいまで低い。で、観光戦略そういう意味では日本の生産性の悪さの、まあ、その一番大きいところにある意味でメスを入れてるところなんですよね、うん、で今まではそのさっきおっしゃったように今までそれでどうやってやってきたのかというと、まあ、自分の関わりもあったりとか自分がそれでいろいろ見てるところ分析しているところもありますけども、やはりその生産性を上げるために、生産性の上げるところに上げたい人に補助金いっぱい出してるんですよ。だから出国税までその官房長官にそれをね実行をなさったわけなんですけど、その出国税、まあ、今はゼロですけど、あの出国税をもってその相当の金額がいろんなところに設備投資のために使ってるんですよ。そういう意味では MMT だろうが何だろうが、政府がお金を出していて生産性を上げていくために必要であることは間違いないと思います。ですからそういう意味では、まあ、その自分として MMT は賛成ですか反対ですかっていうことはですね、私としてはまあ多分一緒だと思います。その単純なもんじゃないんですよ。そのお金を何のために使うのか、どう使うのかによって賛成なのか反対なのかということで決まると思いますけども、決めるべきものだと思います。さっきの話でその生産性を上げていくこと、要するに労働参加率を上げることによって生産性を上げることに関してはその全然マイナスだと思えないんですけども、ただベストな形は労働参加率を高めながらも労働生産性が少なくとも下がらないように、できたら上がるような形に持っていくのは誰が考えても正しい方向だと思いますので、あれがいいのか悪いのかというそんな単純なものではないということはまず一つの大きなポイントだというふうにその思います。まあ、これにはいろんな反対が出てくること、それで反対出てきますけども、2つ目のポイントはですね、やっぱり日本政府にその不健全経営の会社を優遇することをやめてもらいたい。今みたいに小規模事業者はもう税金ほとんど払わない、で小規模事業者より大きくなると税金補助金がもらえなくなるので大きくなろうとしない、赤字をずっとずっとそういうふうにね、その慢性的な赤字を出してきた会社ということは、当然ながらその会社に資本金がたまらない、うん、全部それで経営者が使っちゃってるということになると、それ使わないと別に貯金に回せるわけではないので、使わないといけない、経費で使っちゃってますと。そうするとコロナが来たときに、不健全経営をやればやるほど、弱いんです弱いんですということを言って騒いでて、そこにお金が出てくる。でうちの業界もそうなんですけども、不健全の経営をやること、まあ、やればやるほど得すること多かったであるじゃないですか、大企業はもうなんかもう楽して儲かってんだからああいうのはダメだみたいな感じでやったり、中堅企業もなんかあなたたちは全然大丈夫だからその支える必要ないと。ただ労働生産性を考えていった場合に、大企業と中、まあ、特に中堅企業が一番の宝なので、今まで一番無視してきたところを強化しなきゃいけないということなので、今まではだから自分今そのいつも言ってますのは、
小規模事業者にお金を出すのであれば、少なくともその生産性の数字をその申請、いろんなものを申請するときに、お宅の会社一人当たりの生産性いくらなのかということを提出してくださいと。で、多分測ったこともないし、場合によってはそういうのはなんかで、そうじゃないと優先順位つけられないじゃないですか。財政がある程度限りに限界があるということを考えれば、いやもうこの会社申請してきたんだけども500万円ぐらいの一人当たりの生産性、これは守るべき会社ですと。こっちはもう80万円ですと、まあいいじゃないのってあの会社はって言ったら、ね、金出したっていうのは何もなんないじゃないっていう、そういう優先順位ができると思います。